マスマインライト、今回のテーマはいろいろな曲線10線です。媒介変数や極方程式を用いた曲線には魅力的なさまざまな曲線が多数存在します。そんないろいろな曲線から10個を厳選して見ていきましょう。今回は方程式には重点を置かず、曲線の定義に重点を置いて見ていきます。まずはカージオイドです。この曲線の定義の仕方としては2通りあります。円周上の1点から円の任意の接線に下ろした垂線の足の軌跡を考えてみましょう。下の比例の図では中心が C で原点 O を通る円があります。円周上の導点を Q とします。点 Q における接線が青の直線となります。この直線に原点から垂線を下ろし、その足を点 P とします。この点 P が描く曲線はどうなるでしょうか。動画を見ていきましょう。この赤い曲線をカージオイドと言います。この曲線にはもう一つの定義の仕方があります。右の図を見てください。同じ半径を持つ円が2つあり、点 P で接しています。左の円を固定し、右の円が左の円の円周上を滑らずに転がるときの点 P の軌跡はどうなるでしょうか。動画を見てみましょう。先ほどと同じ曲線を描きましたね。極方程式と媒介変数表示が次のように与えられることは各自トライしてみてください。次はディマソン・パスカルの鍵受けです。これも定義を2通り紹介します。まず左の図を見てください。底円上の導点 A と底点 O を結ぶ直線 OA 上の点で AP イコール AQ となる2つの点 P と Q の軌跡を考えてみましょう。動画をご覧ください。いつの間にか2つの点が同じ曲線を描いているのがわかりますね。この曲線をリマソンと言います。X 軸に対して線対称な図形となっています。もう一つ右側の図を見てください。円周上の導点 Q の接線に底点 A から下ろした垂線の足を点 P とします。この点 P の軌跡を考えてみましょう。先ほどのカージオイドの定義と似ていますが、先ほどは円周上の底点から垂線を下ろしていましたが、今度は円外の底点から垂線を下ろします。動画を見てみましょう。カージオイドの曲線が少しへこんだ形をしているのがわかります。次は西洋曲線です。西洋線とかバラ曲線とも呼ばれています。左の図を見てください。原点からの長さが角度の正弦、つまりサインで与えられる点の軌跡を考えます。どんな形になるでしょうか。動画を見ていきましょう。ここでパラメータ K は有理数でなければなりません。ご覧いただいた曲線は K イコール3の倍に当たります。このパラメータによって曲線の形を大いに変わることになります。右の図は K イコール N 分の M の値によってどのように曲線が変わるかを見たものです。動画をご覧ください。全部で50パターンの曲線を描きました。K が偶数の時は任意傾向のループを描き、K が奇数の時は傾向のループを描きます。次はレムニス系とレンジュ系です。これも定義を2つ紹介しましょう。左の図をご覧ください。2点 AB から点 P までの距離が示されています。この距離の積が図では 0.64 となることを表しています。
このように積が一定値であるような点を集めると、どのような軌跡を描くでしょうか。動画をご覧ください。X 軸、Y 軸に対して線対称な曲線が得られました。これをレムニスケートと言います。もう一つ、右側の図をご覧ください。描かれている曲線は直角双曲線です。この双曲線上の同点 A に対して接線を考えます。緑の直線となります。この直線に原点から垂線を下ろした時の点 P の軌跡を考えます。動画をご覧ください。この曲線もレムニスケートとなっています。次はリサージュ図形です。左の図をご覧ください。円周上に同点 QR があります。ただし2点が円周上を進む速さは同じではないとします。この時、点 Q の縦方向の直線と点 R の横方向の直線が交わる点を P とします。この点 P が描く軌跡を考えてみましょう。動画をご覧ください。この曲線をリサージュ図形と言います。この曲線も単振動の振幅や各周波数、位相差によって様々な形をとります。右の図では2つの曲線の周波数を変えて、どのように曲線が変化するかを見たものです。動画をご覧ください。このように周波数の比が有理数であるときは最初の点に戻り、繰り返し同じ図形を描き続けます。繰り返しになるまでの振動回数は規約分数の分子分母の数値で決まります。しかし無理数の場合は時間が経っても同じ軌跡を描くことはなく、常に異なるルートを通ることになります。次はインボリュートです。左の図をご覧ください。固定された円の周りに糸が巻かれていると考えてください。この固定したリール、つまり糸巻きから糸がたるまないようにほどいていきます。この時の糸の端点が描く軌跡はどうなるでしょうか。動画をご覧ください。この軌跡をインボリュートと言います。右の図は角度を15度ずつ等間隔に増加させていった時のインボリュートを表しています。注目してほしいのは円周上の同点 P と軌跡の点 P を結んだ緑の線分の長さです。動画をご覧ください。少し分かりづらいかもしれませんが、角度が2倍3倍となっていくと、線分の長さも2倍3倍となっていくのです。次はアステロイド、正方形です。これも2つの定義を紹介しましょう。左の図をご覧ください。大きな円の内側を半径が4分の1の円が滑らずに転がるとき、最初の接点 P の軌跡はどうなるでしょうか。動画をご覧ください。この曲線をアステロイドと言います。今度は右の図をご覧ください。長さが一定の線分の端点 P と Q が X 軸 Y 軸上を動くとき、この線分を集めると一つの図形を描きます。その図形を放落線と言います。では動画をご覧ください。直線の束、直線群が一つの図形を描いているのがわかりますね。
先ほどの図形アステロイドとなっています。次はデカルトの西洋線です。これはフェルマーの極地発見位置に挑戦するためにデカルトによって提案された平面曲線と言われています。定義と書いてありますが、この曲線がどのような定義付けをされるかは定かではありません。もしご存知の方がいれば教えてほしいと思います。しかしこの曲線自体は特徴のある形をしていて、よく入試問題にも出題されます。左は極方程式で描かれた図形で、右側は媒介変数で描かれた図形です。同時に動かしてみましょう。媒介変数は動画に時間がかかります。また動点は直線上動いているのがわかります。次はアルキメデスの螺旋です。今回は螺旋は2つ紹介します。まずは角度と長さが同じ螺旋です。動画をご覧ください。この曲線は等間隔の渦巻きとなります。右の動画をご覧ください。X 軸との交点に青く印をつけておきました。この交点が等間隔に並んでいるのがわかります。いよいよ最後の曲線です。対数螺旋です。先ほどの螺旋は等間隔の螺旋でしたが、今度は等角の螺旋となります。動画をご覧ください。どこが等角なのか分かりましたか？では右側の図をご覧ください。同点 P に対して接ベクトル PQ が引かれています。ここで角 OPQ に着目してください。では動画をご覧ください。どうですか？いつも同じ角度で軌跡を描いているのが分かります。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回のテーマは半分の形です。一枚の折り紙を折って面積を半分にするのは簡単ですね。では辺の真ん中から中心に切れ目を一つ入れた折り紙ではどうでしょうか。この場合は様々な方法が存在します。そんな半分の形を考えてみましょう。それで次回またお会いしましょう。